はい、こんにちは、今回の動画はですね、ゴミ処理のプラントについてお話ししたいと思います。ゴミ処理のプラントっていうのは、分かりやすく言うと、我々の感覚で言うと、考えるのはおそらく焼却炉だと思うんですけれども、焼却炉っていうのは、あれはもう酸素と燃料を送り込んで燃焼という、化学反応を起こしてるわけですね。で、今回見てきた、熱処理のプラントというのはですね、熱処理なんですよ。もう言っちゃいましたけど、熱処理なんですね。で、熱処理って何かっていうと、遠赤外線の反応らしいんですね。そこら辺の内容がさっぱり事前には分かっていなかったのと、あとは現場でどういったサイズ感のものなのかっていうのを見るために、現場に行ってみました。そちらの動画をご覧ください。どうぞ。全く今までのものとは違った、キーワードとしては、遠赤外線とマイナス4。焼却炉っていうのはゴミがあっても火つけてもなかなか燃えないわけです。給油をかけたり酸素を食い込んだりしてやると外からエネルギーが必要ですよというものなんです。こいつはですね、そういうエネルギーは一切使いません。もうゴミが持ってるエネルギーを上手に引き出してやって、それがまた熱を生んでということを繰り返します。つまり、補助燃料を必要としないというところで、ランニングコースが非常に安いよ。1日5トンぐらい処理できる。電気代が1ヶ月で5万円ぐらいで書いてあると思います。通常の焼却炉を比べると、もう桁が1桁から2桁下手したら違うレベルになりますので、次に大きいのがですね、高い原用率と、通常の焼却炉と、燃やしますよ。そうすると、灰が残りますね。それってどれくらいの体積かっていうと、最初のゴミの体積の10分の1ぐらいにしたぐらいしか。これをまた運んでですね、埋め立て地に出たりというところ。でさらに言うなら、日本で今現在でも埋め立て、灰を埋め立てても、まだ有機物残ってますので、毒が出るわけですね。雨水と一緒に毒が出る。その毒水を30年ぐらいろ過すると、やっと毒水が出て、テニスコートとか、サッカー自体もするというのが今のコミッションの現状になります。ただこいつはですね、もう分解しきっちゃいまして、残るのが砂だけ、セラミックとかだったりします。先ほど申し上げたようにお皿とかにそのまま使えるような純度の高い部品物、どれくらいちっちゃくなるかというのを全部飛ばしちゃいますので、それが300分の1とか、100分の1、500分の1なんてなると思いますけども、それぐらいの小ささになるわけですね。そうすると焼却炉ともう小ささも違うし、その後の手間も全然違うよというのが、この年のいいところです。それに、かかるのも、エネルギーがかかってはいけないんですけど、それに非常に安くですね、ゴミのエネルギーだけでやるんです。そこから、この少しの、ゴミになってます。で、大体1日5トンぐらいの処理量。ここに出るゴミが、包装のプラスチックとか、その不要と、ここは生ゴミ。これですね、変色って書いてありますね。で、ああいうものプラスチックも食品も一緒になっておりますけれども、それもそのままいけますので、これそのままいけますので、なかなか焼却炉だとこれそのままぶち込んであると、火が消えちゃうとかですね、いろんな弊害が出てきますが、生の野菜の皮とかですね、そういうことです。本体になります。これが二重リューベ、一般ゴミの比重というと大体5トンぐらいですね。これを24時間でなくしますよという装置になります。まずこれがですね、ここの上から後でお見せしますゴミを入れるんです。で、ここで、全部有機物はガスになりまして、ガスがここから出てきます。後でご説明しますが、この仕組みがいいもんですから、ここから出るガスもですね、ほとんど、もう毒性のものは少ないわけですね。ですから後ろで、少しロッカーをして煙突から出すよというような感じになります。24時間でもですね。ただですね、実際はここで8時間ぐらいでできております。メーカーのスペックとしては24時間ですよと、ちょっと余裕を見たような形になっておりますけども、実際ご質問あったら大体8時間ぐらいで実はここできてまして、それ実際お話しますと、朝15リューベぐらい、20リューベの箱に対して15リューベぐらい、そしてまた実際8時間後の夕方4時5時には実はほとんどなくなっちゃってるんです。またですね、また15リューベ入れて次の日の朝を迎えるとまた空っぽです。一斗缶だとですね、ちょっと金属が入ってるので、金属ばっかりこう入っちゃうと中のものはなくなるんですけど、ちょっと次のやつに影響しちゃうので、
この装置、この本体は中はガラン堂です。何にも ありません。二重ルーベのただの部屋がある。で、壁のところにはですね、いっぱい穴が開いてまして、こういうフックがあるんですけども、もう一人暮らし用の部屋だと思っていただければいいです。ただですね、上からゴミを入れますと、ゴミがこう地層のようにこう積み重なりますよというのをちょっとこれ絵で描いてます。で、ここで分法に分解をしていただくんですね。その上にですね、ゴミが地層のように積み重なっていまして、一番上のものはですね、まだ入れたばっかなんで、そのままのゴミの状態、炭のようになったものが、ここの厚いところにまた触りますと、まあ、燃料が供給されているような形になりますので、まあ、ゴミを入れ続ける限り、ずっと熱が続いて、まあ、分解が進むよというのは、そのような形ですね。したがって、最初だけここに熱を加えてあげれば、あとはゴミを入れ続ける限りですね、ずっとこの熱が保たれますので、外からのエネルギーは一切という形です。じゃあゴミをどんどん入れていこう。じゃあどれくらい入れないといけないのかというとですね、まあ、熱が1回経つとですね、結構こう強い熱なんで、まあ、1週間ぐらい何も入れなくても熱は保ったまま、24時間で分解しちゃってほとんど空になりますけど、このセラミックの上面のところ、この砂がカーッと熱くなってる部分が熱なんですけど、ここがまあむき出しになった状態で、まあ、1週間ぐらいするとだんだんその熱も消えちゃいますけど、まあ、3日4日後にですね、またゴミを入れ続ければ、入れればですね、まあ、燃料を加えられたのと同じ状態になりますので、まだ熱が続くんですよ。ここで今 の金属のお話になってくるんですが、これ、中で燃やしてないというお話をしました。これ鮮度あるよと言ってますけども、じゃあこれ何の鮮度だと、火の熱の鮮度ではないんですね。遠赤外線の熱が主に、なると、小学校のですね、教科書、理科の教科書に熱の伝わり方は3つありますよということが実は書いてあるんですけど、最初の1つ目は熱伝導と呼ばれるものです。つまり、火がありましたよ、フライパンがありましたよ、フライパンに熱が伝わって、フライパンの熱が肉に伝わって肉が焼けますよというのが、これ熱伝導という、いわゆる 火からの熱ですね。そういうものは、全てについてこう熱を伝導してしまう。で、もう1個がですね、この装置と同じような形で、輻射熱、電磁波というか、遠赤外線なんで、セラミックヒーターとかってありますよね、暖房器具。あれで火が出てないのにもわーっと熱い、あれはですね、電波がこう出ているんですね。例えば太陽の熱もそうですね、太陽の熱も火がここまで来てるわけじゃないのに、なんで太陽の熱は熱いのか、あれはもう電波がこう来ているんで、真空中を電波が通っている。熱伝導の場合、宇宙は真空ですから何もないですけど、熱は伝わりますけど、電波の熱だから伝わるんですよって。で、このやつはですね、火を使っておらずに、遠赤外線の熱を使っている。で、ここがですね、セラミックの上がこう熱くなっているんですね。砂がパーッとこう熱くが赤くなっているようなイメージですね。セラミックヒーターのようにガーッと熱くなっている、あれで遠赤外線。で、ちょっと科学的な話なんですが、有機物っていうものに対するこの電磁波の作用と、いくつ金属とかに対するこの電磁波の作用とちょっと違うんですね。有機物に対してはこの遠赤外線は共振する波長、分子がこう震えて摩擦熱を持って分解します。ただ金属とか陶器とか、そしてガラスとかの有機物と呼ばれるのは、この電波に対して共振する波長が違いますので、反射されちゃってこいつは何にも起こりませんよということがネットとかでも書いてある。つまりですね、先ほどのご質問で、金属、例えばこういうものに、例えば蓋を開けた状態で中に塗料が入ってましたという状態だとどうなるかというと、半分はできて半分はできないという状態ですけど、入れますよ。そうするとこの、蓋が開いてて、塗料には遠赤外線有機物、塗料は有機物ですので遠赤外線が当たって蒸発しちゃいます。ただ金属に関しましては反射されちゃいますので、これ何も起こらない。一斗缶、中がなくなった一斗缶がこう残った状態なんです。遠赤外線反射されちゃうので上に伝わらないんですね。そうすると次の一斗缶が起きた時に、こいつはこの先に入れた一斗缶によって阻まれ、熱が阻まれちゃうので、こいつは多分処理できない。いろんなこういうゴミの中にアルミ缶だとか一斗缶が1個入ってたよとかいう部分だったら多分できると思うんですけども、それがなくなっちゃうとちょっと厳しいから、石膏ボードもですね、他のゴミと一緒だったらいいかな。石膏ボードというのは無機物がほとんど 95% ぐらいある。
なのでそれ自体はなかなか反応しないものなんですね。ただその残りの、まあ、何パーセントか分かんないですけど、残りの 5% ぐらいが有機物だとか、まあ、入れていただくとですね、 5% ぐらいに対しては反応して分解します。大きい石膏ボードをポカーンとこう平たく入れちゃうと、さっきの金属と同じ遠赤外線電流と反射されちゃうんで、上の方の有機物になりますが、まあ、ちょっと細かく仕上げていただく有機物を入れていただく部分ぐらい、あのプラスチックの有機物ですね。だからこれもですね、これ割れちゃったやつをこれはもう入れるように用意してます。これものもできます。このまま入れていただいて。じゃあもう一つ違う話をしますと、ここでですね、こうやって触っていただけます。焼却炉の中でこう鮮度あるのに触れるなんてことはありえないので、まあこれ15ミリの鉄板で、もう15ミリの中はもうこんな状態がある。普通の焼却炉の場合、この壁があっても中は耐火レンガ50センチから1メートルぐらい分厚く積んでですね、熱が出てこないようにしています。そこ のメンテナンスでめちゃくちゃ重くありますけども、こいつは15ミリの鉄板だけで中は何もありません。でなんでこれ鮮度あるのに出てこないのか、これが先ほどの遠赤外線の話になるんですけども、遠赤外線は金属に反射されちゃいます。で少しの熱伝導の熱が出てきますけども、まあ、つまりそうすると安全点も高いですよ。通常の焼却炉の方が熱くてこんな近寄れないで、これだったら熱くないので消防法に照らし合わせてもですね、表面温度が300度以下であれば、あそういう炉として見出しません。届け出とか許可も出ませんよという法律になっておりますので、まあ、こんなのはもう手で触れるのは全然大丈夫だということで、まあ、届け出も必要ないよということで消防庁からも頂いております。であとは安全面でいうとですね、これ横からですね、実はこれ空気を入れております。空気とここにですね、マイナスイオン発生装置を入れてまして、ここに端子があって、ここでちょっと電子を一緒に入れてるんですね。これがちょっと特許になりますけども、空気と、まあ、ちょっといいマイナスイオンの空気を入れることでちょっと分解を促進させてあげる作用なんですね。それと、遠赤外線の合わせ技によって、こうずっとゴミを入れ続ける限り循環に続きますよという状態ができます。まあ、ぜひですね、こうやってちょっと触っていただいて、ちょっと汚い部分もありますけども、まあ、触れる装置だよというところで、空気入れてますので、中はですね、ふわっとした空気入れてます。で、1気圧です。だから、つまり、中が集まってて、中の空気が分厚いとか、そういうことがないんですね。いろんな焼却炉だとか、熱分解とか、そういうのっていうのは、何気圧の限りに分厚い可能性がある。で、毎年、仕事に、ちょっとが分厚したら、そうです。これはほぼ爆発する可能性がないので、これで、どん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 火を使っていくんですよね。朝と夜で、8回の時間そうですね、まあ、はい、はい、だからここは導入されて、わざわざやっとったで、この手が余ってるということですので、もうこれぐらいに動かすのに、監視もいらない、自転車もいらないというのが、ここで出てくるゴミもないんです。先ほどセラミックはですね、当社の方で全部買い取りをさせていただきます。1キロ21円、10円から21円くらいになります。ただですね、上の投入口を見ていただきますけど、その前に、ここの裏にですね、ブロワーが1個だけありまして、空気をパーッと古い感じで送り込んでいます。24時間電気がかかっているのというのは、その1個のブロワーぐらいです。あとはこのマイナス4。という、まあ、なので、電気代がかからないなというのをご確認いただいてから、ちょっと見ると。でここですね、まっすぐ行っていただきますと、このホースの右側、はい、右側とか、はい、そこまで行っていただきます、はい、そのホースの右側にですね、ブロワーでブロワーで、はい、アンモナイトみたいな感じでやられています、はい、このブロワーで空気を送って、そうですね、全体に送っておりますね。でこれで、4です、はい、うん、イオン発生装置と、まあ、今のフロアが2つある動きになります。はい、じゃあちょっと上に行きますので、この辺までThank you.
頭気をつけてください。頭かすまずですね、これが購入庫になります。このお客様はちょっとイレギュラーな形をしておりますので、こいつはですね、ここはお客様のご要望で、まずこの天井、これがですね、もともとあったところを使いたい。ちょっと高さに制限があります。それに合わせたわけないですね。そうすると下のダンパーに当たるところは今これ入ってまして床面にこう入っております、はい、でこの床の高さからこうガチャンと閉まっていますね。油圧ユニットがそうです。ちょっとこちらをですね皆さんご覧ください。これが全部のコントロールパネルでございます。汚れてるところはこことここですね、はい、ここはあのダンパー油圧ユニットのオンオフボタン、そしてこれが開閉ボタンになります。はい、なので毎日の作業員の人は本当にもうそのこのダンパー開け閉めするだけでそれ以外は触ってないよというのがまあ分かってますね。最初の調整をしちゃえばあとはもうどんなゴミを入れてもですね、ある程度の雪を使う。あれはもう一つ、ここ着目していただきたいんですが、これが中の温度計です。これ、温度計です。一番底のところは55度、ちょっと上が100度、101度ですね。私がこれを見ると、あ、今日もあのちゃんと動いてるなというふうに思うんですけど、通常の人が、通常の考えから言うとですね、あのまずお湯が沸けるぐらいの低温で、物が分解できるわけではない、おかしいと思われるんですね。ですけども、先ほど申し上げた遠赤外線が利用される。遠赤外線というのは、実はこう有機物、あのプラスチックとかにこう当たっちゃうと、2ミリしか浸透しないらしいんですね。つまりその2ミリ、まあ、ちょっと熱伝導もあって数センチ、2、3センチぐらいが非常に高温になっているんです、多分まあこの辺ですね、この2番と3番の間とかぐらいに今その高温のところがあるんです。本当に薄いんですね。だからそこで鮮度一瞬で加わって分解されちゃったら100度とか、まあ、55度とかに落ちちゃう、はい、そういうことなんです。これは何がいいかというと、実は毒が出にくいということなんですね。皆さん気にされるダイオキシンとかノックス、ソックスっていう、まあ、有毒のものというのは300度から500度ぐらいで再合成されちゃう。通常の焼却炉はですね、800度以上2秒以上しなさいよという法律があるんですけど、やっぱりこう熱の揺らぎの中で300度とか500度とか出ちゃうんですね。それでどうしても焼却炉の中から毒が出ちゃう。それを、後ろの工程で、まあ、きれいにしますよと、お金かけてきれいにしましょうというのが焼却炉の考え。この装置はですね、その遠赤外線で一気に鮮度かけて、それ以降ですね、その2ミリしか浸透しないので、結局その後ろというのはもう100度ぐらいに落ちちゃうんですね。鮮度あったのが急に100度まで落ちますので、その300度から500度という中途半端な温度帯が非常にないんです。したがって、この装置から出ていくガスを取っても、ダイオキシンとかそういう毒性のものというのは非常に少ない。出ないとは言わないですけども、非常に少ないので、ほとんど基準値を下回るような形になります。でちょっと、後ろのお話をさせていただきますと、この本体から出るガス、そんなに汚くないんですよと。次のその箱ですね、ここに入りまして、そこはバッファータンクと呼ばれるもので、圧力調整用ですね。圧力、この装置、1気圧なんで落ちませんよという装置で、例えば間違ってスプレー缶だとか、ガソリンとかが入っちゃってよってなったらですね、やっぱり圧力が上がるわけですね。それをちょっともうそっちで受けたらですね、押さえるようなもの。天井部分には面がありまして、まあ、どうしても上がりすぎた時はですね、その緊急装置として抜けるように。で、23時にあるのは、シャワーのようと煙の下から出てくる上からシャワーのようなものをかけて入れて、まあ煙を動かします。本当に後ろの工程は非常に簡単なものしかないです。つまりですね、まとめますと、今回のところでも先ほど申し上げた遠赤外線とか効果によって、まあ、簡単な構造で、あまお金しのがってますよ。で、この仕組みがいいもんですから、出てくるガスもあまり毒が少ない。そうすると、後ろの工程も簡単に水をかけてあげて、きれいにするだけで済むんですよね。そのポンプのちょっと電気代ぐらいがかかるんですよ。ということで、煙突から出します。そうすると、もう全体化して、この1ヶ月5万円ぐらいの電気代で済みますよ、とお話しします。これが検証式で。
上流ですか。食品工場やから、やったコースとかは合わせて一緒に食品なんかを一緒に動かす。これ煙突や。っていう感じで、今回のプランは、元の商品が強いプランなんですけど、まあ、結構ね、24時間稼働できて、稼働するための電気代も5万円ぐらいですね。隅の壺の感じなので、そんなような感じで、で1人で飲むと、反応が進んでいくで、最後にセラミックしか残らないっていう、いや、ミックス的に聞いたら、めちゃくちゃ結構、まあ、とりあえず、実際に物をリアルに見てたっていうのは非常に良かったなと思います。こんな感じで、まあ、こちらのプラントの方をちょっと海外に紹介したりとか、あとはまあ国内のね、そういう希望がある業者さんに出たりっていうのもできるので、そういうのをね、広げていきたいなと。はい、そんな感じで、今回は最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできたらと思います。現場からは以上です。はい、というわけでですね、こんな感じで、現場からお届けしたところなんですけれども、こちらのプラントですね、結構面白くって、まあ、設備自体は、ものすごいいい設備だと思うんですね。映像に映ってた動画は、あれは1日5トン処理ができる、そういうプラントなんですよ。うん、で、1日5トンって結構処理ができて、まあ、あそこは食品会社に入っているので、まあ、生ゴミとか、あとはプラゴミとかですよね。食品の包装に使われているプラゴミとか、そういったものももう一切合切全部放り込んでおけると。うん、まあさすがに無機物であるアルミとか缶とかね、ああいうのはダメなんですけれども、まあ、放り込んどくだけで処理が進むっていうのと、いわゆる人手が全くかからないっていうところが非常に魅力的かなと。うん、で、あともう一つ面白いポイントっていうのが、実はこれプラント大体ね、金額的にはまあ2000万から、一番高いのになると金額的には5、6億かな、それぐらいになっちゃうんですけど、まずランニングコストの安さ、そして、信頼性ですね。ブラジルのある市の半分を負担しているソルビ社っていう会社があるんですね。で、そのソルビ社が、まあ、日本に視察に来て、いいそういう処理施設はないのかっていう、まあ、処理設備はないのかっていうので視察に来たそうなんですよ。で、一番最後に、まあ、あそこのプラントを見に来て、で、まあ、翌日、まあ、手付金を振り込んできたと。うん。まあ、即決したっていうぐらい、まあ、素晴らしい革新的なものだったそうです。で、まだまだね、ベンチャーなので、やっぱり財務体制っていうか、そっちの方が不安じゃないですか。まあ、全社的な体制というか、まあ、導入はしたものの、何かトラブルがあったらどうなるのかとかっていう話になると思うんですけれども、財務的な特に導入部分に関して、ここの会社非常に面白い仕組みを組んでまして、どういう仕組みかっていうと、最初の初期導入コストを0円でいけるんですよ。うん。で、0円っていうのがなかなかないなと。うん、まあ、大体2000万以上のそういったプラントっていうのを導入するときに、まあ、それを結局計上しないといけないわけですよね。資金をどっかから確保しないといけないっていうのがあると思うんですけれども、ここの会社はその資金をもう確保してあるので、初期導入コスト0円でいけると。その代わり、例えば7年とかのリース契約っていうものにしてもらって、で、完成してからランニングが発生したときには、そのリース契約の費用を毎月月払ってもらうという形にできるそうです。うん、つまり、今まで産廃処理にかかってた金額があるじゃないですか。その金額を、いきなり落とした状態で、初期コストゼロで始められると、うん、つまりもうランニングからいきなり減るわけですよっていう、そういうメリットがあるので、これは非常に仕組みとしては面白いなと。もう今のご時世ファイナンスっていうのがもう切っても切り離せないので、そこを、解決してるってところが結構魅力的かなというふうに思ってます。まあ、実績的にもですね、まだまだ今これからなんですけれども、一番小さいサイズの、0.5 リューベイかな。0.5 リューベイのサイズで、だいたい100床、120床、それぐらいの小規模な医療施設とか介護施設っていうのにも対応ができるんですね。これ実際入ってるところがあるんですけど、設備って言ってもすごい小さいんですよ。例えば、車の駐車場1台分ぐらいの
スペースで十分に賄えるぐらいの大きさなので、まあ、それで、初期費用もゼロで始められて、で、あとはゴミを放り込むだけ、介護施設とかだとオープンスとかでしょ、で、あとは医療施設だと注射針とか発生すると思うんですけれども、それらも全部、一切合切放り込んで処理ができるっていう手軽さも魅力的ですよね。つまり、イニシャルがいらない、手軽であること、そしてランニングコストが安い、うん、参拝費用がいきなり落ちるという、まあ、数々のメリットがあるので、僕は非常にこれは面白い商材だなというふうに、感じています。まあ、海外戦略っていうのも当然できるので、海外に輸出という話で進んでいるところもあるそうです。はい、こんな感じでですね、今回は熱処理のプラントについてお話ししました。概要欄の方にですね、僕の LINE アット貼ってありますので、そちらからお問い合わせください。また次の動画でお会いできたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。